皆さんどうも、ティーシュマです。では今回もマインクラフト続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回、作ったこのエンダーアイですかね。これを今回は使って、要塞ってちょっと前回言ってたんですけど、よくよく調べてみたら遺跡ですね。エンドポータルのある遺跡を、探してみようかなと思います。で、調べたところによると、どうやら洞窟の地下のあたりですかね、に生成されるみたいなので、その洞窟のあたりぐらいまで、今回ちょっと探しに行けたらなと思います。で、一応自分の中では予想的にはあっちですかね、に行くんじゃないかなと思うんですけど、ちょっととりあえずじゃあ投げてみましょうかね。では、ピッチャー第1球投げました。あれどこ飛んでた、あれなんか全然違うところに飛んでた、あれどこに行った、ちょっととりあえず下行ってみますかね。多分あの植林地あたりに、あ、間違えた、2つも投げてしまった。多分植林地のあたりなんか飛んでったんで、方角的には全然真反対の方ですね。よし、ちょっと回収してとりあえずは進んでみますかね。どれくらいの距離まで行かないといけないのかっていうのがちょっとよくわかんないんで、お、あったあった。やっぱ向こうの方角ですね。あっちか。一応白紙の地図も1個持ってきたんで、じゃあとりあえずそっちの方に行ってみますか。で、ほぼほぼその第2投まではざっくりかっ飛ばしていこうかなと思います。なので方角的にはちょっと向こうの方ですね。どうやらジャングルを越えていかないといけない感じですね。じゃあちょっと第2投のあたりぐらいまでじゃあかっ飛ばしていきますか。はい、とりあえずこの地図ですかね、で見ると拠点からこのちょうどジャングルを今ずっと通ってきたんですけど、ちょっと洞窟らしきものがあったんで、まさかとは思いますけど、ちょっとここで第2投行ってみますかね。あんまりこのジャングルの上で投げてこの木の上に引っかかるとちょっと厄介なんで、ここら辺りから引っかかりそうにないようなところに向けて投げてみますかね。じゃあもしかしたらここかなと思うんですけど、とりあえず行ってみましょうか。よし、じゃあ第2投、明日天気になーれと。あれどこ行った、あ、でもこっちに向かってるってことはやっぱりこれかな。それっぽい可能性はありますね。ただエンダーアイがどこに行った、よいしょ、もしかしてやっぱ木の上に引っかかったかな。あれ見当たらない、あれもしかして消滅しちゃった。なんかなくなったっぽいですね。もしかしたらどっかに引っかかってるかもしれないですけど、見た感じどこにもないような感じなので、そうですね、見当たらないんで、もう仕方がないんで、そのままさっきの洞窟のとこですかね、ちょっと行ってみますかね。じゃあよいしょ、ここだったかな。
どうしようかな。ここにちょっと一回リスポーン地点を設定しておきたいんですけど。ああ、やっぱまだ夜じゃないんで寝れないみたいですね。あれ、なんかああ、違うのかな。おお、またなんか厄介なところに溶岩が。よし、これで一応溶岩を止めて、今回で一応この洞窟を探すだけにしようかと思ったんですけど、まあ思いのほかちょっと近場にあったんで、このままちょっと洞窟探索していきましょうかね。よし、なくなったかな。行き止まりだな。ちょっと一回ここでもう一回投げてみますかね。あ、向こうに飛んでたな。あっちか。ちょっとあっちの方じゃ掘ってみますかね。さて、これ掘っていってあるのかどうか。ちょっと下に向けて掘っていってみますかね。じゃあ、それともまだ別の場所なのかな。さてさて、ちょっとそこら辺りまでカットしていきますかね。ですね、今その飛んでった方向にちょっと地図を見ながら掘り進めていったんですけど、なんとその下に、これ廃坑ですよね。あ、多分廃坑ですね。今まで見つけたことなかったんですけど、初めてですね、廃坑を見つけたの。っていうことはこの下のあたりにあるのかな。あ、なんかこっちにも続いてる。ということは地図では向こうの向きだったんで、帰りの目印つけてこの下行ってみますかね。さて、方角的にはこっちか。ちょっとここら辺も軽く湧き潰しして、あ、ここら辺も廃坑になってる。おっと、来たな。よし、オッケー。で、ここら辺もちょっと湧き潰ししといて、で、この廃坑はちょっとまた来るとして、あ、っていうことはこの廃坑の先にあるっていうことなのかな。なんか雲の鳴き声が。わ、スポナがある。さっきに壊しとこう。なんかどっかで雲が鳴いてるな。あ、結構なんか奥にも続いてるな。さて、ある程度の湧き潰しをしながら、あ、でもこの下とかなんか怪しいな。でも方角的にはあっちか。どうしようかな。とりあえず進んでみますかね。じゃあ、でも深さ的にはだいたいこれぐらいの深さにあると思うんで、ちょっと行ってみようかな。
渓谷になってるんだ。おっと、あんなとこに雲が。あ、畜生隠れたか。さてと、よし、ちょっと戻って。さっきのところまで、ちょっと最初の位置まで戻れますかね。おっと、こっちの方から鳴き声が聞こえるな。はい、ということで一応探し回った結果、なんとか要塞の方ですかね、要塞じゃない、遺跡の方ですかね、見つけることができました。で、そこまでなんか中は広くなかったので、まあとりあえず松明ですかね、湧き潰ししながら、こんな部屋ですかね、一応調べては見て回ったんですけど、まあこれといって、まあ何もなく、で、まあポータルがこっちですかね、ここに、まあシルバーフィッシュのスポナーがあったんですけど、まあそれちょっともう取っ払って、で一応まあ階段つけて、まあ登れるようにしてるんですけど、まあここに一応この1個だけははまってたんですけど、あと残り11個ですかね、ちょうど数的にも11個あるんで、まあこれをはめ込んで、まあ、ちょっと今回はポータル修復してから終わろうかなと。で、場所がですね、このさっきまでちょうどこの湖のあたりですかね、海のあたりを探してたんですけど、実際あったところっていうのがここなんですよね。ちょうどこの拠点の始まりの部分ですかね、からもう本当にもう南の方に下ったところにありました。で、1回目投げた時かな、ちょっと多分座標っていうか、まあ場所的にずれてたんで、多分斜めに飛んでったんだと思うんですけど、まあそのままずっともう斜めに進んでいって、で途中ですかね、この2枚目の地図に差し掛かった時に、まあもう1回、まあ、飛ばした時に、まあその近場にたまたまさっきの洞窟があったと。で、ずっとその中をですかね、で1時間ぐらいかな、掘り続けてたんですけども全然見当たらないんで、ちょっと一度戻って、もう一回またエンダーアイですかね、交易して手に入れてから探してたら、まあ、場所的にやっぱりなんか全然違うとこでしたね。まあ、それなんでさっきの洞窟ですかね、もうまさに無駄足でしたね。ただまあ廃坑が見つけれたんで、まあそれはそれでいいかなと。で、まあ一応今装備がチェーンヘルメットですかね、とかチェーンのチェストプレートですかねに変わってるんですけど、まあ鉄の装備ですかねしてたんですけど、まあ、あまりにもちょっとここら辺溶岩があって暑いんでシースルーにしてみました。っていうのはまあ嘘なんですけど、ここに一応仮拠点ですかね作って、まあ寝ようかなと思ったら近くにモンスターがいるので寝れませんってなって、それを探してたんですね。で、そこら中掘ってたらちょうどここに出てきて、でそのまま、まあ、普通にまあ何の気なしにポッと落ちたらこの中の溶岩にそのままマグマダイブしてしまって、でもうすぐこの隣だったんで、もう必要なアイテムだけもうパパパーと預けて、でもうそのまま、まあ死んでしまったんで、まあ拠点に戻されて、まあまた取りに来ればいいやと思ってたんですけど、何せこの洞窟があるのがジャングルだったんで、で地図も持ってない状態だったんで結構探すのに苦労して、でも気づいたらもう5分以上経っていたと。でも仕方がないんで、このシースルーのチェーンセットですかね、これを拠点からちょっともう大急ぎで取ってきて、でそれでまあ、ジャングルの中を探してたと。でまあなんとか見つけて、でまあこのポータルですかね、ちゃんとたまに壊れてるのもあるらしいですけど、まあなんとかはめてやれば
起動するみたいなんで、ちょっとじゃあつけていきますかね。ただと届くかな。マグマダイブはもうしたくないんで、でまあそこまで重要じゃないあのアイテムとかもちょっとロストしてしまったんですけど、まあまあいいかなと。でこれで、おできた。おお、これがエンドポータル。さてじゃあ次回このエンドポータル入って、危ない、逆に押したらなんか入ってしまいそうですね。じゃあ次回このエンドポータルですかね、入ってエンダードラゴンですかね、倒しに行こうかなと思います。さて今回はじゃあこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。